それでは定刻になりましたので9月の定例記者会見を開催いたします。本日行われました町議部長会議の結果につきまして佐藤市長から発表いたします。はい、よろしくお願いします。まず令和6年度当初予算編成方針についてでございます。令和6年度当初予算につきましては健全な財政運営を基本に人口構造の変化や急速な物価高騰に対応しながら第6次宇都宮市総合計画後期基本計画をに計画に掲げるスーパースマートシティの具現化に向けまして未来を生きる子どもたちが幸せに暮らせる都市の実現、 LRT を基軸とした公共交通ネットワークのフル活用、魅力ある都市空間の形成の3点を着眼点として施策事業の優先化重点化を図り予算編成を進めてまいります。次に市役所におけるエコ通勤のさらなる推進に向けた今後の取り組み方針についてでありますが、本市では市職員の健康増進や環境負荷の軽減、公共交通の利用促進に寄与するエコ通勤を推進しており、 LRT の開通やバス路線の再編を契機にエコ通勤をこれまで以上に推進するため、この度市役所本庁舎に勤務する職員のエコ通勤実施率 100% を目指すことといたしました。本市が率先してエコ通勤に取り組んでまいりますので、ぜひ市民、事業者、それぞれの皆様もご協力をお願いをいたします。次に宇都宮市役所イクボス宣言の実施についてでありますが、本市職員が仕事と家事、育児などを両立しながら活躍できる職場環境や組織風土づくりを一層推進するため、本日イクボス宣言式を実施いたしました。宣言者は私をはじめとする特別職とすべての管理職であり、宣言式では宣言書に各自が署名いたしました。また本宣言に合わせてワークライフ生き生きアクションプランにおける男性職員の育児休業取得率の目標値を 100% に引き上げたところであります。本宣言を通じてすべての職員に対しワークライフバランスの実現に向けた柔軟な働き方を推進してまいりますので、企業の皆様におかれましても市民の誰もが働きやすく子育てしやすい町宇都宮の実現に向け、仕事と育児が両立しやすい職場環境づくりに積極的に取り組んでいただけますようご協力をお願いいたします。次に宇都宮市青年貢献支援センターの開設についてであります。本事業は認知症や障害などにより判断能力が低下し財産管理等の生活支援を必要とする方が青年貢献制度を利用しやすい環境を整えるため青年貢献支援センターを開設するものであります。このセンターの開設により青年貢献制度の専門相談の充実や親族貢献人などへのサポート機能など体制強化を図ってまいります。今後はより一層関係機関と連携し青年貢献制度の利用を必要とする方が
安心して生活できるよう取り組んでまいります。次に小学生向け職業体験宮古トライの実施についてでありますが、本授業は小学生が将来の夢を見つけるきっかけとなるよう、市内の店舗や工場などにおいて仕事を実体験する機会を提供するものであります。特徴といたしましては、より多くの小学生に参加してもらえるよう、今年度より新たに開催場所を全地域に拡大し、県内で初めて通年開催いたします。参加者の募集は10月21日から専用ホームページで受付を開始いたしますので、小学生の皆様ぜひご参加ください。また事業者の皆様方におかれましては、小学生がさまざまな職業を体験できるよう、本事業の拡大にご協力をお願いいたします。次に芳賀宇都宮 LRT ライトライン開業後1ヶ月の状況等についてでありますが、芳賀宇都宮 LRT につきましては、開業日は開業式や発車式、パレードを実施し、2万人以上が駆けつけるなど大変な盛況となり、75年ぶりの次世代型路面電車新設にふさわしい歴史的な一日となりました。開業から1ヶ月間で総利用者数は当初需要予測の 1.4 倍となる約42万人となるなど、多くの皆様にご利用いただく一方で、自動車との接触事故の発生や土曜休日における電車遅延の発生などの課題が生じていることから、今後とも安全性の確保を第一としながら快適に利用いただけるよう対応してまいります。また今後は車両愛称であるライトラインを一体的な愛称として、さまざまな場面で積極的に活用することで、皆様のさらなるマイレール意識の醸成を図ってまいります。次に交通未来都市宇都宮オープンスクエアの JR 宇都宮駅西口への移設についてでありますが、 JR 宇都宮駅東側のライトライン開業を機に、 LRT を含めた公共交通への利用転換の促進や NCC のまちづくりへの理解促進を図るため、交通未来都市宇都宮オープンスクエアを宇都宮駅西口の隣へ宇都宮に移設いたします。新たな取り組みとしましては、宇都宮駅東口停留場までのアクセス性を生かし、ライトラインを活用した講座や乗り方やルールの理解促進を図るほか、約3倍の広さとなる当施設を利用して活用して、ワークショップゾーンやライトラインの性能や特徴を記した特大図を設置するなど、 LRT を基軸としたまちづくり等について情報を発信してまいりますので、皆様方ぜひお越しください。次に新たな住宅セーフティーネットの構築についてでありますが、本事業は
住まいの確保にお困りの方が民間の賃貸住宅で安心して暮らせるよう、新たな住宅セーフティーネットを構築し、10月より住まいに関する総合的な支援を展開するものであります。具体的な取り組みといたしましては、低額所得者や高齢者、子育て世帯等の住宅確保要配慮者を対象とするセーフティーネット専用住宅の確保に向け、家賃の補助や見守りサービス料の補助などを実施いたします。また新たに協議会を立ち上げ、住まい探し等にかかる相談支援機能を強化するとともに、強制型の相談窓口 ALU との連携により、住宅政策と福祉政策が一体となって円滑な入居や安心な暮らしを支援してまいります。次に、インターネット銀行による市税等の口座振替の開始についてでありますが、この取り組みは市税等の支払いの利便性向上と公金収納のデジタル化の促進を図るため、県内で初めてインターネット銀行の楽天銀行及びペイペイ銀行による市税や上下水道料金等の口座振替を開始するものであります。皆様方、ぜひこの機会に便利な口座振替をご利用いただきたいと思います。次に、 AI を活用した水道管路の劣化予測診断についてでありますが、本事業は水道管路の漏水調査に新たに AI を活用し、土壌や交通量などの環境ビッグデータや水道管路データを用いた機械学習により劣化レベルを予測診断することで、効果的効率的な調査を実施するものであります。診断結果を踏まえ、漏水の抑制や管路更新の効率化を図ることで、安全安心なライフラインの確保に努めてまいります。次に、東京都内のオープンイノベーションプラットフォーム TMIP のパートナー参画についてでありますが、この度東京圏でのさらなるビジネスマッチングや人・企業の誘致に向け、一般社団法人大丸優環境共生型まちづくり推進協会が運営するオープンイノベーションプラットフォーム TMIP のパートナーに参画いたしました。このプラットフォームは、大手町、丸の内、有楽町地区に集積する大手企業106社をはじめ、自治体、大学、投資会社など85団体がパートナーとして参画しており、今後は会員企業等との交流を通じて、これまで以上に東京圏での多様なネットワークの構築と競争・協業の取り組みを推進してまいります。次に、第30回記念2023ジャパンカップサイクルロードレースの開催概要についてでありますが、日本で唯一プロシリーズに認定されているジャパンカップサイクルロードレースを10月13日から15日に開催いたします。
第30回の記念大会である今大会は、世界トップカテゴリーのワールドチームを過去最多に並ぶ7チームを招聘することとするとともに、ロードレース周回数を14回から16周回に延長し、ハイレベルなレースを提供いたします。また市民をはじめとする多くの方々にジャパンカップの歴史や歩みを振り返っていただくとともに、多彩なイベントの展開により自転車の街宇都宮が世界に誇る自転車の祭典を存分に満喫していただきたいと考えておりますので、多くの方々のご来場をお待ち申し上げております。次に、建設キャリアアップシステムの活用促進についてでありますが、本取り組みは建設業界の働き方改革を支援するため、本市の発注工事において建設技能者の保有資格や就業履歴等を登録し、技能や経験に応じた適切な処遇につなげる仕組みである建設キャリアアップシステムの活用を促進するものであります。具体的には、建設キャリアアップシステムの活用を工事成績評定の加点要素とし、受注者のシステム活用を促進することで、建設技能者の処遇改善や現場の生産性向上を促し、公共工事の品質確保につなげてまいります。以上で発表を終了いたします。これからの進行につきましては、幹事社であります下野新聞社さんにお願いをいたします。下野新聞の石崎です。説明ありがとうございました。今の市長の説明案件について質問のある者はお願いします。読売さん、お願いします。チームか、読売新聞の有田です。よろしくお願いいたします。LRT の開業1ヶ月についてまずお伺いさせていただきます。資料でいうと35ページにまず当たるところの中段に、メディアへの露出の部分があるかと思うんですが、この広告換算約20億円というのは、このメディアに露出した分を仮に広告を出すとすると20億円ぐらいかかるという意味合いなのでしょうか、というのが1点と、その下にあるインフルエンサーの SNS 投稿等というのが、具体的にどういうものがあったのか、もし分かれば教えていただけますでしょうか。お願いします。はい、まず1つ目の20億円というのは、まさしくこれを広告料と換算したらどのぐらいの効果だったのかという金額になります。そして SNS 等の件でありますけれども、じゃあ安保さん。はい、共同広報室の安保でございます。はい、インフルエンサーの SNS 投稿等という、ちょっと具体的な話ではないんですが、いろんな、なんて言いますかね、一般的な結構メディアさんではなくて、個人個人でも今SNS を通して情報発信できるものですから、そのフォロワーの多い方も多く投稿していただいて、特に鉄道関係の方ですとか、そういった業界の方からも多かったということでございます。以上でございます。ありがとうございます。すみません、続けて質問させていただきます。と、開業後の利用状況のところで、36ページなんですが、約42万人に利用いただいて、当初需要予測の 1.4 倍というふうにありますが、この 1.4 倍というのは、平日が1万2800人で、休日が4400人というのを、その日数でかけて、その 1.4 倍が42万人という解釈でよろしいでしょうか。はい、その通りでございます。ありがとうございます。あと、すみません、あと1問だけ、市長にお伺いさせていただければと思うんですが、開業1ヶ月、特に土日の需要が非常に予測を上回っている状況で、一方でその、
まあ、今は開業特需でありますとか、あと沿線で開業記念イベントがかなり行われているっていうところがこの需要の多さに影響しているのかなというふうにも思うんですけれども、まあ、特にこの土日について今後需要がどのように推移していくというふうにまずお考えなのかというところと、この需要をこれから定着させて、でさらに伸ばして、で最終的にはその4年目に1万6000人という数字を出されていると思いますが、そこに向けて今後必要な施策とお考えがあればお聞かせください。お願いします。はい、まあ、今後この数字がどう変化していくのかというのが、まあ、想像なかなか難しい状況にあります。まあ、特に今ご指摘があった土日については、まあ、想像以上でありました。まあ、それがお話にもありました通りイベント等、まあ、そういったものとか、また一度乗ってみたいという、まあ、開業ならではの、まあ、そういう特需に値するのか、どうなのか分かりませんけれども、いずれにしても私たちの考え方は、まあ、今後利用者数をしっかりと安定伸ばしていかなくてはなりませんので、まあ、沿線開発、またさまざまなイベント、まあ、こういうものにこれからも力を入れていきたいと思いますし、バス路線とか、まあ、そういったもの、また地域内交通、他の交通の公共交通、これを充実させて利便性の向上、LRT だけでなくその他の公共交通も当然相乗効果が現れるような仕掛けをこれからも作ってまいりたいと思っています。そしてまだ利用されてない方に、特に通勤やあるいはイベント等の時に車でお越しの方、そういう方から LRT 公共交通への転換、そういうものを促していくような、まあ、PR、そういうものも行っていきたいと考えています。ありがとうございました。その他いかがでしょうか。じゃあ、栃木テレさん。栃木テレビの大見です。よろしくお願いします。今の LRT の話なんですけれども、まあまずは42万人という数字を聞いて、市長どういうふうに思われているかっていうのを聞きたいと思います。まあ、今まで空気しか運ばないとかそんなこと言われて続けてきましたので、まあ、42万というのは大きな数字だなってまずは感心をしています。で感想とかよくお客様から、会社を通じて声を拾い上げていただいたり、また私本人も同乗させていただいて、いろんな方から声をかけていただく中で、まあ、聞く感想は結構いい感想でありましたので、まあ、そういうお客様の声というのを会社、我々行政は、まあ、大切にしていかなくてはならないと思いますので、まあ、こうした数字に一喜一憂することなく、長い利用、そして活用を図っていただく装置でありますから、しっかりと腰を据えて利用者増、そして公共交通の構築、ここに力を入れてまいりたいと思います。はい、もう一問なんですけれども、今の42万という数字で 1.5 倍ということですけれども、かなり西側への拍車というかかかったと思います。何か意気込みじゃないですけれども。そうですね、西側への、はい、まあ、今までになかった、まあ、確かに西側も忘れないでくれとか、西側にも延伸をというご要望をいただいたりしてきましたけども、その声が、まあ、そうした今までの方々以外の方から、いただいたり、また早くしてくれという時期的なものも具体的に早めてもらいたいとか、そういう声をいただいていますので、まあ、そういうことは一つの弾みになるかと思いますけれども、これも合わせて慎重に進めてまいりたいと思います。はい、ありがとうございます。その他いかがでしょうか。朝日さん。新聞の石原です。よろしくお願いします。お願いします。資料36ページ目のデータでお伺いいたします。利用状況について、平日1万2000から1万3000、同休日1万5000から1万6000とお示しいただいておりますが、これはこの1ヶ月間の1日あたりの平均乗車数と言っちゃってよろしいでしょうか。
はい、その通りでございます。ありがとうございます。続きまして、資料の38ページ目でお伺いします。ちょっと細かくてごめんなさい。車両名称の HU300、読み方を300系と読むんですか？はい、300系ですね。はい。それで、まあ、ここにお示しいただいているように、今後、ライトラインという名称を幅広くお使いになるということですが、確認ですけれど、路線名称と事業名称もこれまで通りの名称も使いながら、ライトラインの愛称も両方とも、2つとも使っていく、そういう理解でよろしかったでしょうか。はい、その通りでございます。はい、以上です。ありがとうございました。その他いかがでしょうか。日経さん。はい、ありがとうございます。日経新聞の加藤さん、ジャパンカップの件で伺いたいと思います。今回第30回ということで、コロナが、ね、中断があったと思うんですけれども、まあ、30回大会を迎えるということにあたって、一つの市長の受け止めを伺いたいと。それから今回の資料にもあるように、海外の有名選手多数来るということで、まあ、選手のファンがその今年も集まるという。宇都宮市自転車の街ということを表現していた中で、自転車の街ということの、まあ、宇都宮が自転車の街としてどうあるべきか、それから地域活性化にこのジャパンカップというのをどうやっていくかを活用していきたいかということについて考えを加えたいと思います。はい、自転車の街宇都宮という、まあ、表現を使っても20年近くなるわけでありますけれども、まあ、その一つの大きな、まあ、もうシンボリック的なものがこのジャパンカップサイクルロードレースでありました。私が就任してしばらくしてから、まあ、もうやめるべきだとか、まあ、そういうマイナスの意見も多々いただいたわけでありますけれども、まあ、転機となりましたのがクリテリウムを街の中で開催してから、だいぶ市民の方々にも周知また理解をしていただけたものだと思っています。まあ、特に今回30回を迎えることができたのも、まあ、そうした工夫、また競技連盟いろんな方々の、まあ、お力の賜物でありますので、関係者の皆様方には改めて御礼を申し上げたいと思います。で、今回は、まあ、30回記念大会ということで、まあ、様々な工夫をさせていただいてますが、中でもワールドチーム、今までタイとなる史上最多の7チーム招聘することができました。まあ、今までの大会、昔の大会と違ってこれがシーズン中で選手たちチームにとって成績に大きく関わって、来年度のチーム編成にも大きな影響を及ぼしてまいりますので、まさしく真剣勝負がなされるジャパンカップサイクロロードレースの中において、トップカテゴリーのワールドチームが7チーム入るというのは、まあ、これ本当に大変なことだと思いますし、その下のプロチームでありますが、これも限りなくワールドチームに近い、そういうレベルのチームが来ますので、すごいレース展開が見られるだろうというのが、まあ、ファンの皆さん、専門家の方々で指摘をされているところでございます。まあ、そんなところを見ていただきたいと思いますし、まあ、その裏付けとしても、先ほど申し上げた初めて言いますけどジュリアン・アラフィリップ選手、またクリテリウムで2連覇されてますエドワード・トゥーンズ、そういう選手の皆さんが、日本で宇都宮で走られますので、30回大会にふさわしいいい大会になると思います。また自転車の街をこれから推進していくにあたっては、まあ、自転車道の整備、整備延長距離数は、まあ、日本一と言われてますけども、まあ、全体的に数字だけを見れば、日本一と言ってもまだまだ整備はしていかなくてはならないと思いますし、安全安心な環境を作っていくためにも、さらに力を入れ整備を進めていきたいと思ってます。そして公共交通の一つの一部として自転車は見なされていますので、自転車を利用する、まあ、そういう市民が多い宇都宮市であります。特に高校生、中学生の学生さんの足として使われている率としても高いところがありますから、まあ、例えば LRT なども早く車両を買って購入して、自転車専用の、まあ、そういう車両も
導入をしていければと思っています。また今後についてでありますけれども、世界に発信する 3×3 3人制バスケットボールと同様に知名度が高いものでありますし、特にヨーロッパにおいては、自転車は、本当にスポーツの中3本の指に入る、競技でありますので、世界に向けた発信というものにもこのジャパンカップサイクルロードレースを 3X3 とともに作って発信をしていきたいと思っています。最後になりますけれども、市民の皆様方にも、こういう国際競技、こういったものを、シビックプライドの、上手の育成につなげてまいりたいと考えています。その他いかがでしょうか。福井さん、日本経済新聞の刈谷です。またライトラインに戻りますけど、1ヶ月で42万人の利用客ですけれども、運賃収入は何本あったんですか。分かるかな、分かりますか。会社から報告受けてますか。はい、受けてはおりますが、今すぐちょっとすいません、後ほど、はい、これは支局長、会社の方から発表させていただいて、すぐにお知らせするということでいいですかね。順番としてもう会社の方の 収益になってるんで、我々が知ってて先に言っていいもんかどうかって多分迷ってんだと思うんですけど、すぐお知らせいたしますんで。電卓叩くのが私癖なんで。はい、いかがでしょうか。よろしいですか。すみません、私からのジャパンカップの関係で一点質問なんですが、一応30回の節目を迎えて、ワールドツアーに参戦するような選手もいて、素晴らしいレースが期待できると思うんですが、市長は最上位 の最高峰の大会に向けた意欲というのもこれまで話されていったと思います。30回節目を迎えて今後の展望みたいなものをお聞かせいただけますでしょうか。ですね、今回先ほど申し上げたチーム編、各参加チーム、招聘チームも、ワールドチームに近いプロチーム、またワールドチーム自体も7チームということで、ジャパンカップがアジア最高位のレースというワンデーレースでありますから、今まで JCI の方にも常にランクアップをお願いしてきましたので、これからも続けていきたいと思いますし、だいぶここまで熟してきましたので、もう一押ししていきたいと考えています。なるべく早く、そういうトップカテゴリーのレースに位置づけていただければと思っています。ありがとうございます。その他の項目に行きます。幹事社からはですね、すみません、今日 LRT の関係とジャパンカップとちょっと出てしまったので、スポーツ振興があるのでちょっとフォーカス的にお聞きしたいと思います。先ほど市長もですね、 3X3 も含めてですね、そういった国際スポーツ大会にへのそのシビックプライドの情勢というふうなことをお話しされていました。スポーツツーリズムやですね、こういったそのスポーツ振興を生かした街づくりの可能性というか重要性などについて、市長はどういうふうにお考えでしょうか。スポーツを通したまちづくり、そのまちづくりというのもいろんな分野があると思います。教育もそうですし、また地域の連帯感、特にジャパンカップは白山地区中心に多くの方々にもう30年以上にわたってお力をいただいています。その頃このジャパンカップの時期になると、地域が連携してまとまってていく、まとまりが出てくるんだよなっていうのを自治会長さんとかいただいていますので、そういう地域づくりにも役立っていくと思いますし、また、子どもたちが
プロの選手、本物を見て、自分たちの憧れと、で憧れから挑戦に、移行していけば、スポーツの街ということにもつながっていくと思います。またマイス等で、来ていただいた方々、観光客の方にも、見ていただく、そして、次回は、それを目当てに、スポーツを目当てに来ていただく、そういうことにもつなげていきたいと思いますので、交流人口の増加、そして、そうした方々にお金を落としていただく、そして、そうした方に戻った後に、地元に戻った後に、宇都宮を大いにPR していただく、そういう周知あるいは PR にもつながってまいりますので、あらゆる面に使っていくことが必要だと思いますし、これだけ世界に誇れる競技をやっぱり無駄にはできないと思いますので、まさしく各部連携取って、縦割りではなく、各部があらゆるチャンスに使える要素があると思いますので、そういった行政としての施策にも転換をしていきたいと思っています。ありがとうございます。その他いかがでしょうか。よろしいでしょうか。では内容ですので開始いたします。以上で記者会見を終了いたします。ありがとうございました。どうもありがとうございました。